おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。5月31日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあ、ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはかんな、元気よくお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます、古仙じいちゃんでございます。はい、今日も古仙じいちゃんと月曜日お送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、今週1週間も始まりました。うん、始まったけどね、5月今日で終わりだよ。そうですね、あっという間でしたけど、まだ梅雨入りはね、関東は出てないけど、どうなんだろうね。今日は午後からね、ちょっと雨が降り出しますけど、1週間のお天気見てみるとね、やっぱ曇りみたいな日が多くて、金曜日にね、ちょっと雨が降りますので、ここでね、梅雨入りか週末あたりに、かもうちょっと先かなっていうさあところですかね。どっちにする？どっちがいい？おじいちゃんが決めるの、わがままだね。決められないよね。勝手にね、変わっちゃうんだ、なっちゃうんだよね。でもね、さっきも目崎さんとも話してたんですけど、ね、やっぱ梅雨がね、長そうだね、今年はね、なんて、なんか7月ぐらいまでずっと雨なのかななんて。いやーね、やだよね。やっぱりな、連日雨だとな、見っちゃうよ。やっぱね、こうカーテン開けた時に日光がポッてあった方がね、カーテンをなんとかで言ったかったの。なんだっけ。ぜひ知ってる方は、ムーミンの歌ムーちゃんがってなってますよ、はい、ユーミンさんの歌だったんですね。ありがとうございます、はい、さあ、というわけで、ね、今週ね、1週間もまたちょっとジメジメとね、するお天気ですけど、はい、気合を入れて頑張っていきましょう。お願いいたします。気合入れましょう。さあ、それでは今日の葉からのメールのテーマはこちらです。はい、何でしょう。あ、そうだ、こせんちゃんに言うの忘れてた。聞かないで、当ててみて、終わりまで聞かないで行こう。テーマ知らずに進行して。ちなみに今日は何のテーマだと思います？全然わかんないよ。5月31日、絶対当たんないと思います。関係のないメールだから。あ、じゃあ考えても、考えることすら無駄だな。絶対当たんないんだって。一応1個出してみてくださいよ、適当に。何にも浮かばねえよ。何でもいいじゃないですかね、ポンって出たもの。へへ、うん、ハヒウエホのへへ、まさかそれが出てくると思わなかったです。じゃあ今週の金曜日、へでいいですよ。待って、どんなメール来るの、逆に知りたくなっちゃうんですけど。へえ。本当に、はい、さあ、というわけで今日のメールのテーマは、へではありません。何なん？かんです。似てる、大した違いない。2文字と1文字全然違いますよ。かん、今日はかん。例えば缶詰とか、あ、そういうお菓子の缶とか、ビールの缶とか、缶蹴りとか、三上缶、さまざまな、ちゃんならわかる人の名前、さまざまな缶にまつわるお話をお待ちしております。三上缶さんでも何でも OK です。缶、はい、さんって言いたいね、そういえばね。あ、そうなんですか、ね、じゃあぜひ送ってください、はい、では時刻は7時29分を回りました。せーの、いってらっしゃいまし。は7時45分です。おはようすみやさんのコーナー、このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。さあ、リスナーの皆さん、古仙じいちゃん、はい、脳トレです。思い出してください。金曜日のテーマ覚えてますか？金曜日のテーマ思い出してごらん。これ思い出せたら17歳です。17歳。そっか、ね、じいちゃんまず不可能だよ。でもね、でも書いたあるものを持ってるから、うん、ねえ、目の前にあるんで見ちゃうけど、うん、みんなに教えてください。3000でしたね。そうでしたね、うん、あの張本さんがね、3000本アンダー記録した日なんてね、うん、言われてましたから、この間は3333っていうものでお送りしていきました、はい、では
すみやさんのメールをこせんちゃんお読みください。すみやさんが乗り移ってくるねえ、なかなか真似できないんだよね、声真似。でもさ、リスナーの皆さん、すみやさんのこと知らない人がいるからさ、知らないからどれ、まあ、何でもね、すみやさんかなって思っちゃうかもしれないけど、だからこせんちゃんにかかってるんですよ。そっか、じゃあだからもういろんな、じゃあパターンのすみやさんね、今日はどれでしょうって言いながらできないんで、さとしならできるんだけどまあ普通にやります。うん、はい、おはようございます。テーマ3000、はいはい、3000キロじゃないや、3000グラムの体重減。3000キロってちょっと笑ってね、もうなくなってなくなってね、そんなに体重ある人いないもんね。3000グラム、3000グラムっていうとピピッと来ない人がいるかもしれないね。30キロじゃないよ、うん、ね、3キロだね。3キロ、うん、体重減を1月に決めてダイエット始めました。おー、うん、言ってましたもんね。やっと今月達成です。あ、おめでとうございます。 5ヶ月で3キロ減、ね、変わりました ね。このまんまでいくと体重ゼロになるのな、ね、何年後ですかね。はい、もう途中でやめてくださいね。300、じゃ続きね、300、あ、自分でちょっとツボに入っちゃった。 300g ぐらいだと少し食べる量を減らせばできますが、うーん、そうだよな、 300g 食べなきゃいいんだもんね。うーん、ステーキ 300g なんて言わなきゃいいんだ、うん、それ以上は毎日の食事とトレーニングを続けないとなかなか減りません。あーねー、そうですね。2年前から8000g 減り、え、2年で8キロ減。頑張ってますね。すごいね。懸垂していても体が軽くなったのが実感です。すみや、ありがとうございます。すごいね、2年で8キロ減って、ね、いやー、これ継続するってできないですよ。すごい、体重20キロぐらいになるのも時期だね、これね。このペースでいったらすっげー軽いだろうな。立ってらんねえよな、体重20キロになったら立ってらんねえ。いや、でもさ、3キロは2キロぐらいだったらさ、うん、もう増減ってあるかもしれないけど、うん、もう3キロからだよね、やっぱ難しくなってくるの。あ、そうなんだ。うん、なんか3キロって本当にもうスミヤさんみたいに頑張ればいけたりとかするけど、このね、スミヤさん3キロからって、3キロね、やっぱり運動したりとか、やっぱちょっと難しいですよね。だからそのスミヤさんの8キロっていうのはやっぱ相当な努力と継続。でもさ、スミヤさんさ、うん、ほらビール飲まない日がないんだから、うん、ビールは体重減に関係ないってことだ。ダメ一生しちゃった、スミヤさん。ダメだよ、ビール一回飲んでも体重減る。ダメダメ、ビールやめたらもっと早かったぜ。あ、そっか、まあ、考えようだの。お酒は太りますもんね。ねえ、ね、はい、さあ、というわけでスミヤさんおめでとうございます。ありがとうございます。3キロ減、私たちもスミヤさんを見習ってダイエットしていきましょう。はい、以上、おはようスミヤさんのコーナーでした。どうも。今日は7時49分です。おはよう、すみやさんのコーナーが終わり。何がおかしい。メールのテーマいきましょう。はい、では今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマは心配ないからね、カンです。その方ってカンって名前、カンさんなんですか。心配ないからね、カンカンだっけ、パンダ見てるだな。え、ちょっと待って、全然わかんない。え、どういうこと。え、忘れよう。ねえ、なんでそういうところがあーちゃん、こせんちゃんのちょっとやったところ。適当に言っちゃったんでさ、あの、で、拾わなければ拾わないで、再度こうに質問されるとさ、あれ実際そうだったっけなってさ、不安感がすごいんだよ。襲われちゃって冷や汗出てきちゃうぐらいでさ、手汗が今すげえよ。じゃあ分からずに勘だよね、勘って言ってるのね。あ、あ、勘に引っ掛けて。そう、上手だな。ありがとう。じゃあもう行く、はい、ラジオネームパパラッチョさんからです。おはようございます。ラッチョ、おはようございます。勘というと、うん、通勤途中に通る新宿駅など、その他東京都内にある駅で缶ビールやお酒の空き缶が捨てられてるんです。うん、やはり東京は今緊急事態宣言の影響で居酒屋などでお酒が一切飲めないので、うん、路上飲みが増えていると、うん、それでそのまま空き缶をね、
捨てて帰ってしまう人が増えてるんですって、うん、またこの前は電車の座席の上にお酒のね空き缶が落ちていました。やはりこの緊急事態宣言の影響というのはいろいろなところで出てしまってるんですかね。ですがどんな状況であっても自分で出したゴミは持ち帰るという最低限のマナーは守ってほしいものです。だからそういうの控えてくださいって言っても守らない人ってことはさ、うん、鼻からマナーなんか守れないんだよ。うん、そういう傾向があるって見られちゃう、全体がそう見られちゃうからね、うん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 、全部がねそういうわけじゃないでしょ。ちゃんと持ち帰る人っているだろうけど。そうだね、うん、よくない ね、 でもね、これはね、まあね、そういうことする人だからね、ゴミもね捨てね持ち帰れないんだって思われちゃう、みんなが、うん、その一人のせいでね、一人一人にかかってるんですよ缶まで綺麗に飲む、缶まで綺麗に飲む、それは無理な話だなラジオネーム酒太郎さん、酒ちゃん、まあお約束の缶ビールだよね、ビールの缶、うん、あ、イソヒは缶詰開ける缶切りご存知？もちろんです。え、缶切り知ってるの？え、だって私は普通に缶切りで缶詰開けてましたよ、小さい頃。でも今の若い子たち知れませんでした、うん、缶切りを。フルトップなんていうの、ベルに行ってそう やれちゃうから道具がいらない。私はあの缶切り大好きなんですから。あ、そうだったんだ。そう、上手に切れるの？はい、おばあちゃんに教わってて、おばあちゃん子だったので。やっぱりおばあちゃんにいろいろ教わるとね。あと一番臭い食べ物の一つは、うん、缶詰のシュールストレミング、ニシンを発酵させたフィンランドのかな。どこだっけ、フィンランド出た、これスウェーデンだけど、うん、なんか北欧のやつだよね。めちゃくちゃ臭いやつだよね。もうさ、それ開けるとその部屋にいらんないとかさ、うん、すごいらしいけど。これもリスナーさんに教わったことがあるかも。さけ、うん、ちゃんだったっけ。美味しいんだって。美味しいかな。さあ、鼻つまんで食べるんかな。というわけで今日は缶でお待ちしております。また8時台で。今日は8時19分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあ今週も始まりましたが、はい、今日5月31日といえば、うん、自動車税の納付期限、今日までなんです。今日まで。さあ皆さん、自動車税は払っていただきましたでしょうか。どうでしょうか。今日過ぎちゃうと大変なことになる。そうですなるんかね。大変なことになるんか。なります。ダメです。ある。なので皆さん、今日までに納付をお願いいたします。はい、はい、でね、ちょっとね、行くのが難しいよっていう方がいましたら、うん、ペイペイとかある方はね、はい、バーコード読み取っていただくとご自宅でできますので、よかったら試してみてください、ね、いろいろ選択肢が、はい、はい、コンビニとかもできますからね、はい、よかったら、はい、よかったらじゃなくて絶対に納付お願いします。よかったら、気が向いたらダメです。そういうことじゃない。はい、さあというわけで今日のメールのテーマいきましょう。どうぞ。はい、今日のテーマは缶です。はい、今日は缶というテーマです。ラジオネームつんちゃんの母さんからです。つん母さん、缶といえば缶本体よりも缶切りですよね、うん、あ、さっきあの話題出てきたやつだね、うん、缶切り。今はプルトップっていうのでしょうかね、うん、道具を使わずに開けられるでしょ、うん、でも昔はコキコキ開けていたじゃないですか。そのうち回転式の缶切りとかも出てきて、うん、そしていよいよ道具なしですよ。でも今でも時々古いタイプの缶詰とかもあって、缶切りがないと開けられなかったりすると、さあ大変、缶切りどこ、大騒ぎですよね。そうなんだ ね、 ね、まあ、ちっちゃい道具だけどね、ないとねできないことが、うんうん、うん、あれね、小千ちゃんもさっきあの一緒に話してたけど、うん、もう缶切りでね、うん、キコキコ、そう、刺さらないとこグキってない。キコキコだかコキコキだかどっちだ、どうでもいい、そんなことは。それ言ってるわけじゃないんだけど、はい、あーちゃん、あのさっき小千ちゃんが言ってたやつあるじゃん、うん、こ う、 うまく刺さらないとさ、うん、コケってなっちゃうとかね、うん、ね、ちょっと引っ掛けておくとこがさ、外れちゃったりとかしてね、うん、上手にね開けるの難しいよね。難しい、うん、あとはこうちょっとバック、バックっていうか、なんて言ったらいいんですかね、バック、後ろ前、前に切ったり後ろにしたり、そうそうそう、最初の1回がね、うん、あれ見ても使い方わかんない子多いんだろうね、最近の。いや、最近の子まずその缶切りがあるってこと知らない、うん、どうやって開けるのこれ、何これって言われましたもん、親戚の子に。リングがついてないってね、うん、
張りリングっつったけど、あれなんつうんだろうね、持つとこね、フルトップ、フルトップっていうの、ね、言うかな、つんちゃんの母さんが言ってるけど、あ、はい、つんちゃんの母さんがね、クオカード来たって、おめでとう、おお、コンビニで気になってしてたスイーツを買うと、よかったね、やったー、おめでとうございます、ね、有効利用してください、嬉しいね、こういう風に毎日聞いてくださってる ね、なんか方に当たるんで、ね、当たってない方はごめんなさい ね、ごめんなさい ね、本当に今回もたくさんの方に応募いただきました、はい、運がなかったと思って、うん、そこまで言っちゃいけない、うん、逆に運があった、はい、次に期待してください、高崎のパパさんからです、パパさん、缶ジュースといえば今ではほとんどがステイン様式、プルタブが分離してないの開け口になっていますが、昔はプルタブが分離するプルトップ式が主流でした。当時はジュースを飲み終わるまでプルタブを指輪のように指にはめていました。さらに前になると専用の小さな穴開け器がついていて、缶の2箇所に穴を開けて飲んでいました。缶切りでキコキコしながら缶詰を開けていた時代ですが、さすがにこれ知ってる人は少ないだろうなって、さっき ね放送流れてない時にね、あーちゃんに、そういうのもあったんだぜって、昔話をしたとこだったね。そう、ちょうどおじいちゃんの昔話、穴2個開けないと出ないって話もしたよね。そう、ってそうだったのってびっくりしましたけど、うん、ちっちゃい穴開けてね、高崎のパパさん、そうなんだね、ね、昔のこと知ってるんだ。え、缶ジュースが、あれなの、穴が開いてなかったから、穴開いてないの、開けなきゃいけないの、2箇所に、アルミ缶じゃなくてね、鉄の缶でね、じゃああれでしょ、プルタブとかはもっと後だよね。あ、そのさ、取れちゃうやつのことをプルトップって言うんだ。さっきのメールの流れで言うと、ね、プルトップ式って言うんだろうね。へえ、プルタブが分離する。分離するやつ。あ、プルタブ、あ、分離するのがプルタブ式。もうわけわかんない。え、わけわかんない、プルタブが分離するプルトップ式が主流だし。あ、もう全然わかんないってこと。まあ便利になったってことだよね。そうしときましょう。ドビンチョビン、ハゲチョビンさん、チョビンさん、なんだかんだ久しぶりですね、コセンちゃん、あーちゃん、皆様おはようございます。あ、そういえばそうだね、お久しぶりですよ、チョビンさん、ねね、忙しかったんですよ。コセンちゃんのうろ覚え感は健在ですね、うん、そう、かすかな記憶、言ってあげてください、でもすげえ鮮明な変な記憶もあるんだよ、ね、大昔、何十年前にさ、30年前に、ね、ね、たった一言その人が言ったことを、さっきプッて思い出したりとかしてね、放送外で教えてくれたんだよね、放送外の時に、いつも放送外で話すんですよ、コセンちゃん、なんか降りてくるんですよ、なんか遅いよ、関係ない時間に降りて、本番はここ、そう、本番の時に何にも降りてこない。缶ということで、缶、チョビンの缶は野生の缶、缶、コセンちゃんやチョビンの昭和時代、食品表示は製造年月日、年月日、消費期限なんて親切な表示ではありません、思えば何でもかんでも匂いをクンクン、カビはないかな、見た目で大丈夫かな、でまだ食べられるかどうかを判断していましたね、体に毒、お腹を壊すかもの判断は自分自身で判断していました。うん、これはやばいって本能的な野生の感を働かせていました。今からスミヤスを見習って出勤前のウォーキングに行ってきます。目標 3000g 減かな。では良い一日を。いってらっしゃい。スミヤさんの影響で、え、匂いで確かめたっていうさ、その野生的なね、感、そういうのがあったいね、昔はね。消費期限とかってなかったんですか。どこまでさ、いつまでその商品が持つか、食品特にね、そういうのの記載がね、今消費期限とか賞味期限ってまでは、美味しく食べられる期限、さらにまあもうだここ、ね、食べられなくなるまでっていうかね、消費っていうのはそっちだよね、昔はなんか匂い嗅いでたね、なかったんですか、昔この表示が。昔お店でさ、定食屋っていうかさ、お店でキッチンが見えるんだけど、そこのマスターがさ、冷蔵庫から出した食材のさ、匂い嗅いでからさ調理してるっていうのを見てさ、俺が頼んだやつなんで、それすげえ恐ろしかった。ドキドキですね。匂い嗅いでまだいけそうかなって。怖かった。あ、今ポッて降りてきた。もうかなり前の話なんだけど、今じゃ言われちゃいますよね。十数年前だな、かなり。ああ、よかった、降りてきて、でもあーちゃん知らなかった。そうなんだね、面白いな。じゃあこれは野生の感が働きますね。野生の感をね、やっぱり鍛えとかないと。そうね、続いて、ラジオネーム深
岡谷から来ましたさんからです。缶ということで、やはり缶といったら缶ビールや缶チューハイはほぼ毎日お世話になってます、うん、自分が小さい頃に缶蹴りという遊びがありました。基本はほぼかくれんぼと同じです、うん、神社や学校などで遊んでいました。懐かしいです。そして風邪をひいたりするとみかんや桃やパイナップルの缶詰が食べられて嬉しかったです。たまに食べると美味しいですね。わかる。そうね、みかん桃のね、あの入ってるやつありますよね、缶詰がね。たまにしかね食べさせてもらえなかったから。桃のあの輪切りみたいなやつ、うん、輪切りっていうか半分に割ってあるやつか、うん、あれ好きだったな。食べやすいしね。そう、おばあちゃんが開けてくれるんだよね、缶詰。汁がうまいのね。美味しいんだよね、汁がね、うん、あれヨーグルトに混ぜるともっと美味しい。まあ、うん、そう、今の子だわね当時ヨーグルトなんか口に入んなかったなあ、そうなんだ、うん、おじいちゃんの、うん、60年近く前は、うん、おじいちゃん10歳の頃ぐらい。あ、60年、うん、そうだね。でも缶蹴りはした。缶蹴りはしたね。あとはあの、なんだろう、魚の缶詰かな、うん、薄べったくてね、こう楕円型っていうかさ、はいはい、ワッペンみたいな形したちょっと大きめのやつがさ、うん、出るとさ、それであの馬作った、紐つけてね、へ、うん、それの上にこうになんか乗っかってさ、うん、歩くパコパコ言いながら、あ、なんか教科書で見たことあるかも、うん、昔の遊びで、そうそう、ちょっと大きめの缶があると、うん、ね、足がこう落っこちにくいんでさ、両足につけるんでしょ、腰もね、両足つないで、それをこう突っ張らかして、うん、上で持ってさ、え、ご先祖もそれ作ってたんだ。そういうの作って遊んだ記憶が、降りてきた今。よかった、降りてきて。じゃあ缶遊びって缶蹴り以外にもあったんだね。うん、やってたね。そういう、なんだろう、あるものでさ、廃品利用か、うん、ね、捨てちゃうようなもんでね、なんか、そうだよね、なんか作って遊んでたよね、うん、ラジオネーム赤城山大噴火さん、大噴火さん、フルーツの缶詰は大好きだね、うん、やたらと贅沢な気分にさせてくれる。それからクオカード当たったよ。今月は以前応募した他の懸賞も当たっていて、うん、ついてるよって。おめでとうございます。すごいね、当たる確率すごい高いね、 MWAVE の商品、うん、でもね、と思うじゃないですか、うん、めちゃくちゃ来てるんですよ、応募数が。だから赤城山さんは本当ついてる。そっか、ついてる人、うん、ついてる、ダブル当たるなんて、ついてない人、真ん中の人ご先生は応募してないから真ん中の人です、はい、さあ、というわけでまた40分台にお会いしましょう。いってらっしゃいまし。8時41分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日5月31日からは麦の時至るというものが始まる、うん、始まってるっていうか、そういう言葉があるそうで、なんか麦が熟して畑一面が黄金色になる頃、うんうん、おー、そうなんだ、なんですってね、でも確かにこう穀物がさ、うん、実って収穫を迎える季節は秋っていうイメージがあるから、あるよね、うんうん、でも麦の収穫はやっぱ初夏、うん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 、だから今のね時期はねっていうところの意味なんでしょうね、うん、あ、なんかちょっといいね、表現がね、うんうん、いいよね、うん、なんかこの麦の時至るっていう感じが麦に秋、うん、秋が入ってるから、うん、ああ秋が入ってるのに意味は夏なんだっていう、うん、ああ夏初夏、うん、うん、なんかちょっと混乱をしてしまいましたけど、難しいね、ね、うん、だからね、こうちょっと、はい、アシさんとかも言ってましたもんね、なんか、うん、お米じゃない、なんか麦がなんちゃらみたいな、あ、そう、ごめんなさい、なんちゃらで片付けてしまい、ね、農業やってるとね、いろんな知識もあるだろうしね、ね、うん、ちょっとね畑に注目ね、はい、してみたらいかがでしょうか、はい、さあ、それでは今日のメールのテーマいきましょう。どうぞ。今日のテーマは缶です。はい、今日は缶です。ラジオネームキングヤスさんからです。ヤスさん、皆さんおはからです。おはから。子供の頃は学校や空き地でよく缶蹴りをして遊びました、うん、鬼の目を盗んでスパン
ッと缶を蹴られた時は最高の気分になりました。ただ鬼が弱いと缶を蹴られまくってなかなかゲームが終わりません。またチョコボールの蓋のあたりの金のエンゼルなら1枚銀のエンゼルなら5枚集めるともらえるおもちゃの缶詰も懐かしいです。うん、銀のエンゼルを5枚集めておもちゃの缶詰をゲットしたことは1回だけあります。中身が何だったか忘れてしまいましたがめちゃくちゃ嬉しかったです。チョコボールは大好きなのでまだ一度も見たことがない金のエンゼルが出ないかななんて思いながら今でもたまに買っています。今でも買ってるの。それもね、缶の存在を知ってるんだけど、うん、見たことないよね。金のエンゼル、うん、なんかついてるんだよ中に。だから買ってる中こうやっぱ見たり食べたりしないと、はいはい、わかんないんだよねあれ。でも金のエンゼルね集めるてね。そう、今インスタグラムとかでさ、うん、金のエンゼルってやったら、うん、結構みんな出てますね。うん、でもさ昔はこういう SNS とかが発達しなかったからさ、うん、まあこう誰が出たか誰が出ないかわからないけど、ね、今はこう分かっちゃうから ね、ちゃんとあるんだなってことが分かりますよね。うん、あ、そうだね、昔はね当たった人いないってなりゃ本当にあったんかなって、うん、存在したんかなって思っちゃう。疑っちゃうけど。疑っちゃうけど。でも、うん、今 SNS があるからね。うん、わ、本当だ、あのなんか。銀のエンゼルと金のエンゼルって光沢感が違う。金の方がやはり光ってる、うん、高級感全然違うね。えやさすがゴールド。うん、それ純金だったらすげえ価値ねえ金高いからね。本当ですよね、今ね特にね。さあというわけで続いていきましょう。トゥーパップスさんです。パンピーアーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから。東日本大震災の大津波が襲った宮城県石巻市で多くの人々を救った缶詰がありました。うん、大津波に襲われた水産加工工場の瓦礫の下から奇跡的に大量の缶詰が発見されました。うん、社員の皆さん、ボランティアの皆さん、被災した人たちが埋まっていた大量の缶詰を発掘して一つ一つ丁寧に洗って救援物資として被災者の命をつなぎました。うん、さらに復興のための資金を集めるために希望の缶詰として販売されました。前橋市でも食の駅で販売された時に私も購入しましたよ。この缶詰を製造したのは木の屋石巻水産。スーパーで木の屋という缶詰を見かけると10年前の出来事を思い出します。ああ、それでね、その缶詰のなんか映像見たことあるよ、見つかった時の。うん、そうでね、みんな洗ってね、うん、汚れちゃってたからね。うん、あったね。なんかそのこの間のね、うん、あの東日本大震災が10年ね迎えるって時に、うん、ちょうどお昼の番組でもねお伝えさせていただいた時に、トゥーパップさんが実際にこの缶詰をねくださって、うん、私食べましたよ。おいただきました。うん、美味しかった。大事に取ってあった。うん、なんか、うん、こう自分はね今元気に幸せだからさ、うん、こう食べた時にね、うん、あ美味しいってすごく感じたけど、でもこう被害をね被災された方々はあの時も寒かったじゃないですか。しかもそう ね、あの時にこう心がねシュッてなってる時にあのものを食べた時って、うん、すごい感情だったんだろうなとか、うん、うーん、そっか、思ったらねちょっとねうってね、なりましたけどね、うるっと ね、まあ、ね、ああいうことがあったっていうのね、うん、やっぱ忘れちゃならないね。そうだね、うん、トゥーパップさん素敵なメールありがとうございます。どうもです。そしてアット FM さんからもメールをいただいております。渚のバルコニー、うん、聖子さんは右手に缶コーラを持ってビーチの家でくつろいでいます。うん、やはり内陸の上出庫は海への強い魅力を持つんです。さて変わって一方、なんでサッカーや競輪などで缶ビール売らないのかな。これはレースで負けたり自分のファンが負けて乱暴に投げつけるなどを恐れてだそうですかね。ああ、そうか、缶ビールね、確かに缶ビールカップだもんね。缶はね、うん、缶はね、うん、ちょっと危ないやね。そうね、うん、確かに見たことないですね。うん、まあ、負けちゃった時とかねこうあーってねなることもしますから、まあ、ね、そう感情を抑えきれないでちょっと特殊な行動に出る人ってもね当然いるからね。
ラジオネームハワイのママちゃんからです。ママちゃん、あーちゃんこせんちゃんはかな。はかな。お元気かしら。ママ。ママは元気だわ。ママだけに。ママは可愛い缶大好き。今はお気に入りはコストコで出会ったピーターラビットのお紅茶の缶。すごく可愛いのよ。今は毎日そこからお紅茶を出してアイスティーを作ります。可愛いのよママより。ママわかる。あー、ピーターラビット。ママ好きだよね、ピーターラビットね。うーん、紅茶の缶がピーターラビットの絵柄になってる。そうだって。でもさ、これさ、ママちゃんみたいにさ、この空き缶、空き缶じゃないや、この紅茶とかいろいろ入ってたお菓子の缶とか、これを取っといて何か利用するとか、いっぱいいますよね。じいちゃんせんべいの缶取っていて、なんか物入れに使ってるけど。ああ、うちのおばあちゃんも折り紙入れてたな。宮崎ちゃんにもらったことがある。この曲が何、誰かからいただいたやつ。空き缶、空き缶、この空き缶くれよ言ってたよね、こせんちゃんね。わかる、この缶は集めちゃいますよね、こういうのはね。ラジオネームカルピスさんからです。カルピスさん、テーマが缶ということで、小学生の頃にやっていたアルミ缶回収ということをしていたことがあります。学校に登校するときに家から飲み物で空になったアルミ缶を持ってくるという行事をしていました。では謎かけ、缶バッジとかけて馬や牛と解く。その心は装飾です。カルピッチです。お上手。なるほど、ピッチ。あれですね、確かにこうアルミ缶回収やってましたよ。そういうのあったね。やってた。なんかさ、あーちゃんはさ、赤城団でさ、やっぱそういう地域貢献活動みたいなのやっててさ、その一環で缶のプルタブ、プルタブ集めるのもあったね。そう、ファンのみんなとか地域の皆さんに協力してもらって、いっぱい集めて車椅子にするの、それを、で、本当にちょっとのプルタブじゃ車椅子にはできないんだけど、群馬県に4台かな、で、全部の市に1台ずつ全部寄贈してきました。あ、すごいね。もうめちゃくちゃね、皆さん大変でしたよね。もう集めるのね。そう、たくさんの方に協力してもらって、企業さんとかもそうだし、あの時は人生の中で一番缶ジュースを飲み、あの、そのためにそう、缶をプルタブ開けてました。そうなっちゃうよね。そのね、集めるためにって、まあ頑張ってるってことだよね。そうだね、車椅子にね、できるって聞くとやっぱりね。どっちなんだろうな、お金でした方がかな。でも、あ、またそれ言ったらさ、コセンちゃんって嫌ね。嫌な人でしょ。嫌な人。結構私今思いっきり出ちゃった。今頃気がついたか。いやー、ちょっとコセンちゃん、なんか嫌味な、嫌味なジジイが時々出る。泣きそうだよ今あーちゃんは。ねえ、努力したの。だからほら、私はいいけどみんなに謝っちゃった。そのために買ってっていうところで引っかかっちゃったんだよ。そのためにね、余分に買って。いや、それはさ、それはさ、別に普通に自分たちで飲むからさ、そっか、いいんだよ。そうだね。もとい、さっき言ったことは全部消そう。消して、消しゴムでお願い。はい、お願い。聞こ聞こ。はい、そしてですね、続いてラジオネームルルちゃんからいただいております。今日のメールのテーマは缶。魚が食いたい、でも魚焼きを洗うのがめんどくさい、そんな時は魚の缶詰を買って帰るのさ。最近缶切りを使って開ける缶詰って見なくなったわね。お勝手の引き出しを片付けていたら缶切りが2つ発掘された。家に2本の缶切りはいらないぜ。でもね、ほら、念のためにあったらね、結構いくつかあるよね。一つもないっていうのは不便だもんな、やっぱ難関の時にな。でも今のね、ご家庭にはないと思いますけどね。100均とかで売ってないのかな今。あ、どうなんですかね。もっと逆に、今時の缶切りが売ってそうですよね。ワインのコルク栓抜きのと一緒にこう合体してるようなやつとか昔あったけど、今どうなんでしょうね。まあ、多用途、一つだけじゃなくて、いろんなものに使えたりとかね。でもこれわかる、あのルルちゃんが魚が食べたいけど
魚焼き器を洗うのがめんどくさいから、から缶詰で。美味しいよね、あの魚の缶詰。缶詰の魚って美味しいよね、全部食べられるし、骨もね。そう、うん、骨も柔らかくてね。そう、あーちゃんも大好き。あれベストだと思うね。そして酒太郎さんのね、さっきのメールの続きなんだけど、うん、あの小千ちゃんワクチンの予約しましたかって。あ、何？ワクチン。ワクチン？あ、予約したさ。おー、まあ、俺がしたんじゃないけど、その奥さんが、うん、解禁日に20日に。お、よかった。すぐ取れたっつってた。酒ちゃんまだだって。なんでしないの？なんか理由があるんだな。ね、うん、あれじゃない？ほら、小千ちゃんが背中押してほしいんじゃない？うん、なんか一言声かけて、小指で押してあげる。動かない、動かないよ。はい、さあ、そして小千ちゃんあれじゃないですか、ついに明日からムーちゃんカフェで。あ、そうですよね。ね、6月1日からだから、うん、どうぞ。あの牛乳屋さんがイベントムーちゃんカフェで、うん、ムーカフェ、17号線のね、鳥塀の向かい側にあるね、ムーカフェっていう住吉町なんですけどね。で、ムーカフェ牧場っていうね、牛乳屋さんのイベントがあります。モーカフェ牧場。あ、ムーじゃねえや、モーカフェ。ね、牛に引っ掛けてね、モーカフェ牧場って。で、じいちゃんがその牛乳屋さんに頼まれて作ったね、わ、実物大の牛模型、うん、これ乳搾りができるんだけど、構造はそういう構造になってる、ね、すごいですよね。これはね、乳搾りが6月5日と6月19日の土曜日、うん、両方とも土曜日、乳搾り体験ができます。うん、その他にもなんかね、木工とかね、布小物のアクセサリーとかね、大、うん、人形とか、あと塗り絵、このチラシがね、裏が塗り絵になっててね、牛さんのね、なってる、それのコンテストでね、なんか、まあ、商品当たったりとかね、あとじいちゃんがたまにいるかもしれない。あと今回その牛さんが牛乳屋さんをテーマに、はい、ちょっと書道家のね、ヤクトさんっていう人とね、が書いたね、その書をね、じいちゃんがちょっと仕立てたものを数点展示します。お、どうしても欲しいっていう人には、はい、高額な、うわ、うん、代金を請求して、いくら請求するのよ、お譲りすることもできます。うん、ヤクトさんがいくらっていうかにかかってるんだけど。なるほどね、うん、ヤクトさん次第ということで、はいはい、私の工賃はほとんど入らない、1000円ぐらいしか入らない。じゃあ皆さんに協力していただきましょう。はい、他にもね、ムーちゃんカフェではチーズ生クリームを使った新スイーツがね、続々登場したり、あとはヘルシーミルクさんからもね、お店では購入ができない厳選牛乳とか、うん、瓶牛乳、瓶ヨーグルト、そう、あ、ここがポイントだよね、特別販売、特別販売、お店では購入できない。そうです、はい、あとはストー牧場さんともコラボですからね、うん、あの食育ワークショップが小千ちゃんと同じ乳搾りの時のね、5月、うん、あ、6月5と6月19日に行いますので、はい、ぜひ皆さん、あ、明日から、あーちゃんに全部言ってもらえばよかったな。なんで、小千ちゃんバッチリだったよ。小千ちゃんバッチリ、肝心のところを言ってもいいんですよ、小千ちゃんのことを言っていただければ、牛乳屋さんのイベントなのにね、うんうん、はい、で皆さんよかったら足を運んでいただきたいなと思います、はい、よろしくね、よろしくお願いいたします。そしてですね、あのすごくね、気候もね、うん、だいぶ暖かくなってきたけど、でもまだちょっと涼しみはあるからね、はい、今自転車で回ってみませんかっていうことで、うん、赤城山サイクリングマップっていうのもね出ています。おい、なんかこれ作った方が実際に元競輪選手の方らしくて、うんうんうん、そうで、自分でこう、ま、自転車漕ぎながら行った、あ、回って、そう、赤城山のね、おすすめのすごいねスポットだったりとか、ね、うん、美味しいね、食べ物、写真もいっぱい載ってる、情報満載だね、満載、地図もね、大きい地図ついてるし、その方が実際に行って、うん、実際に食べた美味しいものとか、うん、実際に行って良かったところをギュギュッと載せております。はい、なのでぜひ皆さん、赤城山サイクリングマップっていうのが、はい、フリーですね、これ、はい、フリーで置いてありますので、はい、よかったらお手に取って、いろんなところに置いてある、そう、あります、はい、コースとかもね、いろんなコースがあるので、うん、ぜひこの機会によろしくお願いします、はい、活用してください。そして今日5月31日ということで、自動車税の納付期限日です。そうです、今ハッとした人いますかねえ、ハッとしてグーなんて言ってる場合じゃないです、本当です、払ってください、ね、
払ってください今日中に。よろしくお願いします。明日以降は延滞金がつきますから、ね、レンタルビデオ見てみて、はい、でもね本当私たちがこう支払うことによってね、うん、教育とか医療福祉あと道路整備とかにもなるので、うんまあ、イコール私たちに返ってくるっていう、そういうことです。うん、循環ですよね。そして私たちは群馬県民なので車をやっぱりいっぱい使いますからね、どうしてもね。うん、はい、やはり使ってるということは払うということですね。そういうことです。高いかもしれませんけど、まあ人によってね、乗ってる車によってね、うん、金額は様々、まあ、だけどね、やっぱ義務ですからね。そうですね、はい、皆さんぜひお近くでねよろしくお願いいたしま す。さあというわけで明日もお会いしましょう。本日の担当は私佐々木彩香と小泉じいちゃんでございます。それではまた明日バイバイ。またね、アニカミ。